お疲れ様でございます。皆様ももう耳に馴染んだと思いますけども、令和の米騒動というね、報道がどん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 加熱して、この通り、棚にはお米がありませんってところばかりをカメラで抜いてるところばっかりがね、動画で出ております。これ、テレビメディアばかりではなくて、インターネットの方に来ても、テレビのこのね、例えば、 MBS ニュースってところがインターネットの方にも投稿してるわけなんですよ。だからどこを向いてもお米がない、お米がない、お米がない。そしてこうやってね、お米が並んでも一瞬で売れるみたいな感じで、これ一体何の意味があるのかなと思うんですよ。あの、こういう報道してね、米不足が止まるのかって言ったら加速するばかりでしょ。で、消費者の方の不安の声もちゃんと抜いてね、例えば、 お米がないよっていうふうにインタビューをされたところで、いや、普段からお米食べてないんで、特に困ってませんとか、うん、あの麺類でしのいでますとかね、慌ててない人のインタビューっては、うのは、だから全然出さないわけですよ、とにかく米がなくて困ると、うん、そんなニュースばっかり出してね、まあの、市民を不安に陥れてるのは誰だって話なんですよ。 ま、繰り返しますけども、米がないっていう報道をして、米不足が止まるのかって言ったら逆でしょもっともっと米不足が消費者の心理に埋め込まれて、あの、米の余裕がある人ですら、今のうちに買っとかな、損みたいな気持ちになるでしょで、パックのお米すら割高で売れていくっていうことですよ。で、こうなるとね、ちょっとね、悪意を感じるんですよ。というのが、米不足を、 マスコミも込みで演出して、で、マスコミは数字を取っていくと。米がないよ、米がないよって言ったらね、数字が取れるわけですから、美味しい美味しいって言ってね、また次も米のない企画ばっかりを放り込んでくると。で、そういうのを朝のワイドショーで30分とかね、40分とか枠を取って、なんかよくわかんない専門家みたいな人がね、あれこれ喋ってるのは、例のコロナ騒動と同じですよ。アホかということなんですよ。じゃあ皆さんね、 回転寿司、スシローに行ってお米がありませんみたいになってます牛丼食べに行ってお米が値上がりしてますもちろんいろいろと苦しい事情はあると思いますけども、まあ外食に行ってお米がないですみたいなところはなかなか聞かないと思うんですよ。だからね、調達はできてるんだと思いますよ。もちろんね、年間契約って言ってお米の仕入れを年間で契約してるところ、 同じ金額でね、一年間定期的にチャキンチャキンと入ってくるところあると思います。で、スポットって言って、お米がちょっと不足してるから、特別に今回プラスアルファで買いたいって人は、やっぱり米不足っていうのをね、演出されると、問屋の方も警戒して割高で出すんですよ。だからね、本当に米不足なのかってことなんですよ。インバウンド需要で米をね、外国人がたくさん食べてますって言うけども、 米を食べる量っててそんななに増えてないですよ例えば、インバウンドでね、50万人ぐらい日本に来て、日本で50万食がガン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 食われてますみたいなことを言うとするじゃないですか。でも、1年間で50万人以上人口減ってるわけですよ。ということは、とんとんなんですよね。うん、だから、当たらないんですよ。インバウンドで米が食べられてる人っても、全体の0.5%に満たないわけですからね。まあ、影響ないんですよね。 で、米の流通とか、米の出荷枚数とかね、こうやって出てますけども、じゃあ、お米がそんなにね、去年とかお昨年に比べて取れてないのかって言ったら、こまとかここまを放出すればいい話なんですよ。で、そういったことを報じずに、とにかく米がない、米がないと。もう少しで解消する見通しだ、みたいなこと言ってね。まあ、けど、実際に、煽るのはお米がありませんっていう報道ばかりなんですよね。 こうやってわざわざ米のないお店を映してもう物がないっていうね。こういう報道ばかりする。でも米の専門店に行くと、いやうちは順調にありますよみたいなのあると思うんですよ。でもそれはこういったニュースには扱わないわけなんですよね。なんか、あれですよね。コロナが広まってやばいですよみたいなのになんか似てる雰囲気感じるんですけどもね。それから台風です。台風も 本当にそんなに激しくなってるのどうでしょうかね、皆さん。今、8月30日の朝5時ですけども、私の街では雨一つ降ってませんし、風一つ吹いてません。穏やかなもんですよ。こういった台風が来てますよっていう報道を見なければ、台風なんて意識するような一日ではないです。うん。だからね、ぜひね、教えてもらいたいんですけども、皆さんのお住まいの地区で、もしね、 あこれ台風来たぞっていう風に分かるような雨風があるようでしたらちょっとね知っておきたいなとマスコミが散々台風が最大の勢力だって煽ったんで今さら台風の脅威は去ったなんて言いにくいのかなと思っちゃうんですけどねうん島原半島付近を北上影響が長引く恐れとあ今ここにいるんだじゃあ広島に影響がないのはその通りなのかな九州地区にお住まいの皆さんどうですか 台風の状況は、ライブも見てみましょうか。はい。あ確かに、ここ、突出して、降雨量が詰めてますね。ノロノロ台風、記録的な大雨も、うん、台風は本当かもしれないですね。はい、それでは。